皆さん、こんにちは。まぶみゆきです。はい。よろしくお願いいたします。ということで、本日も大学の基本情報、そして魅力をお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、本日は、どちらの大学ですか？はい。今日は、中央大学を特集していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半は、ゆたくんの方から基本情報で、後半は私、サムから魅力と、最後、応援メッセージをお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。ということで、早速、私からですね、発表していきたいと思います。普段通りですね、こういった感じで、表を作っていますので、この表を見ながら、いきたいと思います。上から順に見ていくんですけれども、学部総学生数が 25,900 人超えてきているというところで、まあ3万人のところとかも結構あったりするんで、ものすごく多いっていうわけじゃないんですけれども、そこそこ多いなっていう感じですね。学部が入ってるキャンパスが4つあるんですけれども、まあ順々にそれも見ていきたいと思います。このスライドだと茗荷谷と、あと違い田無キャンパスですね。茗荷谷から見ていくんですけれども、2023年の4月、まさに今年ですね、新しくオープンしたキャンパスになりまして、法学部がこのキャンパスに入ることになります。で、法学部といえばですね、中央大学のまさに看板学部と言っても過言ではない学部なんですけれども、多摩からですね、ここの文京区ですね、都心の方に来たということで、非常に注目度が高い一点となっているわけなんですけれども、文京区大塚が所在地となりまして、船橋だったり、武蔵小杉、調布、東川口といった都心を取り巻く3県からもですね、来やすい立地が取れるような立地のところになっております。はい。多摩にあるとね、やっぱりどうしても船橋だったりとか、埼玉から行こうとすると1時間半以上かかってしまうって感じなので、そっちが地元の人たちが中央大学に行こうってなった時に、ここに来てくれたことによって非常に行きやすくなったっていう印象はすごくありますよね。はい。いいですね。うん。いや、すごくいいなと思って、こっからもう間違いなく伸びていくだろうなっていうような感じはもうひしひしと伝わってくるんですけれども、看板学部ということもあり、学生数も5740名となっておりまして、中央大学の学部の中でも非常に多い学生を抱えている学部となっております。法律、政治、国際企業関係法といった学科が備えられていて、まあ、どれも偏差値もかなり高い感じとなっています。ただね、まあ入試倍率は、まあ意外とそこまでなんだなって印象ではあったんですが、まあ都心に来たことによって、この入試倍率っていうのが、まあちょっと変わってくるかもしれないなっていう印象はあります。でですね、ちょっと付け加えると、多摩から都心に看板学部が来てしまったことによって、多摩キャンパス大丈夫かっていう心配の声もしかしたらあるかもしれないんですけれども、学長がおっしゃってるのは、むしろですね、もともと後楽園の方に理工学部があったんで、文系と理系の連携っていうのが加速していくってことが期待されるっていうところが、あったりとか、逆にですね、多摩からこっちに法学が来たことで、多摩キャンパスをですね、さらにまた新しい構想をしていくっていうこともおっしゃっていらっしゃったりしたので、決して別にそっちが手薄になるっていうことではないと、こういった感じのことはおっしゃっていらっしゃいました。まあ、あとはね、キャンパス間の連携っていうのを強化していくっていうこともおっしゃっていたので、まあ、場所にとらわれなくなったっていうふうに考えた方がいいかもしれないですね。なるほど。中央大学の法学部が有名なのは有名なんですけれども、2022年の司法試験で見てみるとですね、私立大学からの司法試験の合格者数のランキングで見ると、早稲田、慶応に続いて3番目に中央大学が来ていると。まあ、司法試験の合格者数だけで見てみるとですね、国立とかも含めた司法試験のランキングで見ると、10位以内に中央大学が入っているっていうところで、まあ、名実ともに法学部めちゃくちゃすごいです。そうですよね。ことも最後で付け加えておきたいと思います。ということで、市ヶ谷田町キャンパス見ていくんですけど、これもですね、2019年にオープンしたキャンパス学部となっています。国際情報学部、国際情報学科というところが入っているんですけれども、まあこれ自体がですね、2019年にオープンした学部となっている。で、もう一つですね、国際情報と国際経営っていう学部があるんですけれども、まあそこも2019年にできたっていう話で、2016年から2025年の間ですね、グローバル化に非常にこう力を入れていこうという動きがあったので、まあその背景があって、国際の名の付く学部が設置されるようになったっていう感じになります。倍率は 5.2 倍、学生数は595名。決して大きい学部ではないんですけれども、偏差値も65っていうところで、中央大学の中では力を入れていきたい学部なのかなっていう印象は感じられるところです。はい。大学偏差値研究所っていうところから、そのホームページから持ってこさせていただいております。で、入試倍率自体は学部別統一一般方式の倍率を基本的に持ってこさせていただいております。では次見ていきます。後楽園キャンパスですね。理工学部が入っているキャンパスになるんですけれども、後楽園駅が最寄り駅となっておりまして、アクセスがね、いいですよね。アクセスめちゃくちゃいいですよね。偏差値はですね、割と落ち着いてるかな。相対的に見てですね、落ち着いてるかなっていう印象で、入試倍率も落ち着いてるかなっていう印象ではありますが、人間総合理工っていうやつだけね、入試倍率が 4.8 倍ってなってますけれども、ちょっと調べたんですけど、簡潔に言えば、簡潔にも言いにくい感じなんですけど、人間と自然、人間の心と体に関する幅幅広い理工学の諸分野。わかんねえ。そう、難しいですよ。なんか4領域8分野から横断的に学ぶって書いてあったりするので、入試倍率2倍からだいたい 3.5 倍ぐらいの間推移してるんですけれども、この倍率自体はですね、他のマーチの大学と比較しても、だいたいそんぐらいで推移してはいますんで、普通かなっていう感じになってます。たまに飛びたいと思います。はい多摩キャンパスは、中央大学。明星大学かな明星大学か、まあ、多摩動物公園駅が最寄り駅となっております。千葉から、あるいはこう埼玉からだと1時間半以上、ないし2時間ぐらいもしかしたらかかってしまうかもしれないといった立地間隔になってますが、武蔵小杉とか調布からだと、それなりの時間で行けるかなっていう感じですね。経済学部、商学部が法学部に次いで大きい学部となっておりまして、学部の構成的には文系一色っていう感じになりますかね。非常にこう広い敷地のキャンパスになっておりまして、ね、東京ディズニーランドとほぼ同じ面積がある広大なキャンパスとなっているみたいです。で、多摩にあるキャンパスといえば、マーチの中だと法政大学のキャンパスはですね、中央大学のキャンパスの大体 1.6 倍か 1.7 倍ぐらいの大きさとなっているので、大自然の中にあるマーチのキャンパスといえば、この2つかなといった感じ。多摩動物公園もね、すぐ隣にある感じなんで、非常に自然豊かなところにあるなっていう印象があります。この一番右に書いてある国際経営ですね。先ほど申し上げました、国際情報学部と東洋、2019年に設置された学部となっております。お伝えすることとしてはですね、経済と商学部ってあって、大体今までこう調べてきて、感覚的にこう感じていたのは、どうしてもこの経営がある商学部とか経営学部っていう方が、経済学部よりも、どっちかというと倍率が高かったりとか、人気な印象があったんですけれども、こと中央大学に関してですね、経済学部の方が倍率がちょっと高いなっていう感じに見て取れるんですよね。あ、これなんでなのかなっていうふうにちょっと思って、ちょっと調べてみたんですけれども、資格に強い中央大学になりますんで、資格試験でね、合格者数の排出がちょっとじゃあ差があるのかなと思って調べたりしてみたんですけども、例えば経済経営で言うと公認会計士っていうのを取ろうとする学生さんが多いかなと思うんですけれども、公認会計士の学部別の排出、合格者数を比較してみても、例えば直近のデータで見ても、経済学部は6名に対して、商学部は22名とかなんで、まあ、資格試験だけで見ても、商学部の方が軍配が上がってるといった感じになってるんで、これが別に起因してるわけじゃないんだなっていうふうには分かったっていうことなんですけれども、じゃあ他に何があるかなっていうので、その資格試験を取るために学部別で奨学金を用意しているみたいなんですよね。だから経済学部で独自にやってる給付型の奨学金と、あと商学部でやってる給付型の奨学金の内容っていうのがちょっとやっぱ違ってて、経済学部の場合だと一生懸命資格試験のために勉強しますってなると、もちろん審査はあるんですけれども、最大20万円もらうことができるんですよね。対して奨学部だと10万円が限度になっているので、その点に関して、まあもちろんね、枠はちょっと狭くなってるんですけども、一人に対して手厚い奨学金を用意しているっていうところに関しては経済学部に軍配が上がったっていうところが分かりました。経済学部が提供している学びの内容と、商学部が提供している学びの内容っていうのを、まあ比較してみたときに、この 6.9 倍、4.7 倍っていうのの、この謎に迫り切ることはできなかったんですけれども、まあぜひともですね、知っている方とかいらっしゃいましたら、コメントで教えていただけたらなと思っているところでございます。中央大学が特別に用意しているものかどうかちょっとわからないんですけれども、公認会計士の話さっきしましたけれども、そもそも資格に強い大学になってるんですよね。で、公認会計士排出のための大学が準備している専門学校的なものが学内にあるんで、わざわざ大原大き専門学校とかに別で通う必要がないっていうところが、非常にこう、強みであるっていうところですね。多摩キャンパスの強みであるっていうところになります。なるほど。はい。総合政策と国際経営に関しては、偏差値が非常に高いよっていうところ。はい。では最後のスライドを見ていきます。と思います。文学部のスライドですね。文学部に関してだけは、人文社会学科が一つ設置されていて、で、その下にですね、文学部のみ専攻という形で13専攻、プラス1個学びのパスポートプログラムっていうのが設置されているという感じになっています。この13専攻っていうところなんですけど、他の総合大学と比べて多いか少ないかで言ったら同じぐらいか、まあ、もっと多くね、枝分かれしている総合大学もあったりするので、まあ、他の大学とそこまで変わらないかなっていうような感じではありました。偏差値も60いくかいかないかといった感じ。倍率もそこそこといった感じになっております。でね、みんなが気になってるのは、やっぱりこの学びのパスポートプログラムってところだと思うんですけど。そうですね。これ2021年度から設置されてるものになりまして、どういうものかっていうと、この13専攻あるじゃないですか。13専攻の中から、まあ、自分で自由にカリキュラムを組めるっていうのが、まあ、一つ学びのパスポートプログラムっていうのの魅力になってます。他の13専攻、例えば一番左の国文学とかで入学したとすると、まあ、もちろんね、他の専攻の授業を受け入れることはできるんですけれども、数は限られてるんですよね。まあそうですね。で、学びのパスポートプログラムだと、それが多分、もうちょっと開かれたものになってるっていう感じになってます。で、なんでこんなことをしてるかっていうと、ちょっと説明するの難しいんですけど、社会で起こってることを読み解いていくためには、幅広い知識とか知見っていうのが必要で、さらにそれを繋いで、いろいろ物事を考えていく、そういった視野とか視点が必要だよねっていうところから、こういった学びのパスポートプログラムっていうのが出来上がったみたいなんですよね。これだけ 4.3 倍っていうところで、文学部の入試倍率の中にあっては、ちょっと高めかなっていう印象あるんですけれども、ただ、募集枠が非常に少ないんですよ。学部別選抜一般方式で見てみると、受験者数がですね、もう100人を切っていて、合格したのが22名だというふうになっていました。受験したのが100名を切ってるっていうのは、この13選考ありますけれども、100名切ってるところないんですよ。だから、結局、学びパスポートプログラムは倍率は高いんだけど、受けに来ている人の絶対数自体は少ないっていうところなんで、だからまだまだ認知されてないのかなっていう印象はありました。だけどね、じっくり学ぶことを考えたいっていう人には、これすごいいいんじゃないかなっていうふうには、個人的には思ってるところでございます。なるほど。文学部、他の大学がちょっとわかんない。中央大学に関しては、入学したら3、40人くらいのクラスに分けられるみたいで、担任もつくらしいんですよ。なんか高校じゃんかみたいな。高校じゃん。で、さらに文学部に関しては、各専攻ごとに共同研究室っていうものがあるみたいなんですよね。大体勉強するとか、レポート作るとかって言ったら、図書館に行くとか、そんな感じになると思うんですけど、中央大学にはですね、共同研究室っていうものがあるので、まあ、そこは専門の図書とか置いてあったりとか、PC が置かれてあったりとかで、そこでね、同じ専攻の子たちとディスカッションすることができたりとか、レポート作ったりすることもできるみたいなので、ちなみに僕、母校東洋大学なんですけど、東洋大学に関してはそういうところなかったですね。文学部なかったっぽいんで、こういうのはいいなっていうのはすごい。いいですよね、確かに。いや、居場所欲しい人間なんで、すごい羨ましいなっていうふうに思いました。一番最後のスライドですね。卒業生平均年収が531万円ってところで、実はめちゃくちゃ高いです。マーチの中ではもちろんナンバーワン。はい。で、蔵書数がですね、248万冊。まあ十分に多い蔵書数を抱えている中央大学となっています。特徴的な施設。まあこれも先ほど紹介してしまいましたけれども、まあ法学部の新キャンパスが文教にできましたよってところと、あとタムキャンパスですね。都内にあるキャンパスで、こんなに自然豊かなところはなかなかないんじゃないかなっていうところで、タマキャンパス。そうですよね。いや、実はこのテレワークの時代に一番いいんじゃないかなって勝手に思ってます。確かにね。自然とソーシャルディスタンスがもう、ね。そう。伸び伸びしてた方がやっぱいいですよ。個人的には勝手に感じてます。そう。のどかなところでやるっていうのもいいかもしれません。で、ホームページからの印象ですね。まあ、視覚に強いっていうところ、堅実っていうところ。あとはまあ、グローバルっていうところですね。はい。2025年までグローバルに力を入れていくような感じではあるんですが、まあ、その後はね、また新しい展開になっていくんじゃないかなっていうふうには思いますが、今のところはグローバルに非常にこう、舵を切っている。どの大学もグローバルに、まあ、強い押しているところではありますけれども、中央大学もグローバルに、かなり力を入れている、印象をホームページから持ちました。というところで、私の発表は以上となります。後半は私から中央大の魅力を発表していきたいと思います。サブタイトルは中央大の中央にあるものでいきたいと思います。よろしくお願いします。中央の中の中央ね。で、中央大の魅力、3つ大きく分けてあります。1つ目が早くからの専門的な学び。2つ目が次世代の学び。最後3つ目が中央大の中央にあるものということでいきたいと思います。1つ目、早くからの専門的な学びということで、中央大学では全ての学部ではないんですけど、多くの学部で1、2年生のうちからゼミをね、結構取れるようになってるんですよ。あ、そうなんですね。一般的な大学って1年生とか3年生ぐらいまでは結構大人数で授業を受ける。で、4年生になってゼミ。で、ゼミでまあ卒業研究やるみたいなのが一般的な流れなんですけど、まあゼミってね、こう10人とか15人ぐらいで、で、まあ教授からね、こう一方的に教えてもらうっていうんじゃなくて、自分で興味を持ったテーマをそのゼミの仲間に発表して、その人たちからまあ質疑応答を受けて、ディスカッションして、それを一人ずつ回していくみたいな。っていうのがゼミなんですけど、これ何がいいかっていうと、300人の教室とかで授業を受けてると、もうね、サボっててもわかんないんですよ。いや、ほんとそれ。そうです。で、そういう授業がいっぱいあったりすると、正直モチベーションがやっぱ下がってきちゃう。で、時間だけが過ぎてって、気づいたら4年生みたいな。なんでそれモチベーション下がるかっていうと、高校まで受け身の授業なんですよね。予備校とかも全部そうですけど。でも、せっかく大学生になったのに、ずっとそれと同じことをやったら気持ちが乗っていかない。でも大学生だから自分で面白いなと思ったことを調べていく。能動的な学びができるっていうのがやっぱゼミの最高のいいところなんですよね。そう思います。そうですよね。で、そういうのを1、2年生のうちにやっておくと、たとえもしそれが思ってたのと違うなとか、自分に合わないなってなっても、早くからやっておくと3、4年生で自分の進路を変えたりすることできるじゃないですか。早い段階から専門的なことをやっていくっていうのは、すごく自分の進路選択においてもいいことなんじゃないのかなというふうに僕は思いました。卒業してはるか時間が経った今考えてみると、花からもう少人数でいいというふうに強く思います。本当に思います。大学生になってね、大人だからね、自分で調べてくっていうのがやっぱ一番面白いと思うんで。そう、そこなんだよね。大学の面白さ、絶対そこなんだけど、1年生からゼミとかやってくれるんだったらいいじゃんって感じですよね。そうです。で、その中央大は、単に国内で学ぶっていうのもそうなんですけど、もうどんどん海外に行けよっていうことで、短期留学とか、海外インターンをかなり推してるんですよ。短期留学結構ね、バックアップしてくれてて、給付型の奨学金、お金あげるからっていう奨学金だったりとか、あとはその、卒業生もかなり協力的で、LA 博門会って言って、アメリカのロサンゼルスに住んでる中央大の卒業生がいるんですけど、その人たちが窓口となって、その人たちが働いてる、ロサンゼルスの企業にインターン来ていいよみたいな、っていうのをやったりするんですよ。で、そういうのに、触発されていろんな海外でそういうのを作っていこうぜみたいな流れもあったりして、学校側も海外留学いいですよっていうだけじゃなくて、奨学金、経済的な面だったり、卒業生も協力してくれる体制が整っているんですよね。で、中央大のその留学何が違うかっていうと、普通大学って短期留学とかだと語学研修でね、その英語をちょっと喋れるようになって帰ってくるっていうのがまあ一般的だと思うんですけど、中央大の短期留学は留学先で自分の学部の勉強をするんですよ。例えば法学部だったらアメリカに行って、アメリカの法律を学んでくるとか、経済学部だったらイギリスに行ってイギリスの経済を学んでくるとかするわけですよ。で、そうするとアメリカの法律のいいとこ悪いとこ分かるし、でアメリカのを学ぶから自然とね、日本の法律のいいところ悪いところとかも分かって、自分の学部の勉強がさらに深まっていくんですよね。で、その短期留学だけじゃなくて、海外インターンは特にこの行き先が面白くて、法学部とかだとスイスにある ILO って言って国際労働機関、まあこれ国連の一部なんですけど、国連の中で労働問題を取り扱ってるところですよね。そこに行かせてもらってインターンをさせてもらったりとか。そんなんなんです。そう。そんなん、そう、すごいですよね。国連の一部に行けるって、大学生がすごいですよね。で、あとは、小学部、これ多分かなり面白いなと思ったのが、ドイツってサッカー王国じゃないですか。でもあれって、ただドイツの人たちがサッカーが好きだからっていうだけじゃなくて、ビジネス的にもものすごくうまくやってるから、元々のサッカー人と相まって、サッカーがすごいこう、国民的なスポーツになってるんですよ。で、その中で、デュッセルドルフっていうサッカーチームがあるんですけど、ちょっと前だと宇佐美とか原口がいて、最近なんかスペイン戦で点を決めた田中碧、あれがデュッセルドルフってチームなんですけど、そこにインターンに行かせてもらえるんですよ。マジか。コロナもあったんで、今回はそのズームだったんですけど、なんと最終日にサプライズがあって、日本代表の田中碧が、そのズームの研修に参加してくれたらしいんですよ。マジで？すげえ。それで、普通に質疑応答っていうか、なんか、田中碧にいろいろ質問とかできて、しかもサイン入りユニフォームまでくれたらしいんですよ。マジで？すげえ。そう。マジかよ。そういうのもやってたりして、各学部ですね、短期留学だったり、海外インターンということを通して、自分の学部の深い学びをよりやっていこうという流れになっております。はい。なるほど。すごいね。これが一つ目の早川の専門的な学びでございます。じゃあ二つ目いきますね。二つ目は次世代の学びっていうことなんですけど、昨今ですね、例えば環境問題とか国際協力、あと貧困問題とかね、あとその地方創生とか、こういうのってもう学部がね、例えば経済学部だけとか法学部だけが頑張っても絶対解決しないじゃないですか。なんだけど、日本の大学ってもうその学部で縦割りすぎちゃって、今の起こってる環境問題とかそういうのに十分対応できてないわけですよ。これじゃあかんやろっていうことで、学部を取っ払って、もう環境問題やりたいやつ集まるよ、みたいな感じで、テーマごとに学部関係なく集めてゼミをやるんですよ。すげえ。で、しかもそのゼミが、普通ゼミって1年間なんですけど、なんと3年間やるんですよ。一つのテーマ。マジ？はい。そう。でも学部関係なくみんなでそのやりたい人たちが集まって、単に教室で話し合うだけじゃなくて、フィールドワークも力を入れてて、例えば国際協力とかでその貧困問題をやるゼミとかだと、実際その東南アジアの経済的に難しい国に行って、実際学んできたりとか、フィールドワークも大切にしてるらしいんです。ただこれって全員がいけるわけじゃなくて、一つのテーマに対して40人。で、しかもそれが5つのテーマだから、中央大学全体で200人しか参加できないんですよ。ああ、なるほどね。で、200人しか参加できないんだけど、なんと中央大学の人が言うには、学部創設と同じぐらいの力をここに注いでいる。新しい学部を作るぐらいここに注力して、これから地球で起こっていく、世界で起こっていく問題を本当に解決していく人たちをまあ育てていこうみたいな流れができてるらしい。なるほどね。しかも、その発表とかもかなり凝ってて、ジャーナリズムの人たちとかは、で、その地方の映画祭とかに出して、賞をもらってくる人とかやっぱいるんですよね。各ゼミが単に学ぶっていうところだけじゃなくて、発表するところまで力を入れてやっているのが、この学部横断ゼミなんです。これは面白いね。で、2年生になるときにその専攻があるんですけど、希望者はこう学部横断して、テーマごとのゼミをすることができるんですよね。で、さらには最近こう AI とか、チャット GPT の話とかよくありますけど、AI とかデータサイエンスっていうのが、これからかなり伸びてくるであろうと。でも、日本の大学ってこれに関して結構弱くて、AI 学部とかに入らないと学べない。で、その AI 学部とかやってるところも、そうそうないんですけど、中央大はもう AI とかって、もう学部関係ないでしょみたいな。みんな学ぶべきじゃないってことで、もう学部関係なく、これはもう希望者が AI とかデータサイエンスに関して学べるようになってるんですよ。1年間のやつもあるんですけど、希望者はもう3年間しっかりと学んで、プログラミングを学んで、ウェブのアプリを作ったりすることができるようになったりとか、普通に授業で取れます。自分の学部の勉強とは別に、法学部とか経済とかも関係なく、AI について学んだりすることができる。取れるんだね。プログラミングを学んだりできるんですよ。なるほど。中央大学やっぱかなり AI に精通していて、世界中で AI がその悪用されるんじゃないかとか、正しく使われないといけないみたいな話があるんですけど、それの倫理を決めた倫理検証みたいなのがあるんですよね。AI を正しく使いましょうという決まりがあるんですけど、それを日本の大学で初めて署名したのが中央大なんです。世界のいろんな大学と集まって、AI を正しく使っていきましょうねってのを最初にやったのが中央大なんで、みんなが学べるように、しかも正しいものを学ばせようと今やってるみたいです。これが2番目の次世代の学び。で、今見てきたんですけど、中央大早くから学んだりとか、学部横断したりってやってましたけど、じゃあ根本的に何をしたいの？中央大が中央にあるもの。中央にあるもの。そうなんです。それが何か。いきますよ。コンピテンシー教育ってのをさせたいんです。なんだそれは。なんだこれは。これは何かというと、一言で言うと、社会で必要な力を身につけさせる教育なんですよね。ほとんどの大学そうですけど、知識は学ぶんですよ。経済とか、物理とか、学びますよね。もちろん、そういう知識もとっても大切なんだけど、実際に社会に出て必要な力って、コミュニケーション能力とか、自分で目標を立てて、それに対して自分でこうスケジュール管理をして、ストレスかかったりするけど、その中で自分のストレスをコントロールして、その目標を達成する力とか、みんなと一緒に協力してやってる協調性とか、そういうこう自分の内面的なところが、実は社会だとすごい必要じゃないですか。なんだけど、そういう教育ってあんまり受けたことないと思うんですよね。ない。確かに。これを身につけさせるのがコンピテンシー教育なんですよ。だからまず中央大学では社会で必要な力をまず7個リストアップするんですね。で、それがここに書いてあるコミュニケーション能力、問題解決、自己実現とか7個に分けて、で、そういう感じで社会で必要な力をものすごく細分化してリストアップするわけです。卒業するまでにこれぐらいまで行きましょうねっていうふうにまず定めておくんですね。で、それに見合うようにここはレベル2だなとか、レベル1だなって自分で判断して、じゃあ次の学期ではここまで行こうみたいな目標設定を決めて、それに向けて授業を取っていくんですよ。だから、中央大学の授業の検索システムってかなり独特で、もちろん普通の大学みたいに火曜日の2限、法律の授業とか検索すると、いろんな教授のが出てきて、あ、これ面白そうだなって取るじゃないですか。それが一般的。コンピテンシー教育をやってるんで、自分が、あ、傾聴力足りない。傾聴力、レベル4とかって検索すると、傾聴力がレベル4になるための授業が出てくる。すげえと思って。あ、すごいね。いろんな独特な教育をやってるのは、知識だけじゃなくて、自分の内側も磨いていけるような教育を目指しているのがコンピテンシー教育なんです。これは聞いたことない。だから、これ聞いたことないですよね。これ聞いたことないです。これが中央大の中央にあるものなんです。だから、中央大学のホームページ見てください。何書いてあるかというと、中央大学のマークと一緒に、行動する知性って書いてある。でも、ほとんどの人は、あのホームページを見て、あ、なんか、こういう大学のスローガンとかあるよね、みたいな。私。そうじゃないんですよ。あれは、中央大学が単に知性だけじゃなくて、行動できる。社会でその壁を乗り越えていく、皆さんになってほしいって思いを込めて行動する知性って載ってるんです。なるほど。すげえな、みたいな。これが分かってこそ、中央大学で学ぶ本当の意味があるのかな。そうだね。確かに。これを見た皆さんは、ぜひね、コンピテンシー教育を受けて、本当社会で羽ばたける人になろうと思って、中央大に入ってほしいと思いますし、実はね、このコンピテンシー教育って受験勉強やってる今からできるんですよね。で、受験勉強ってやっぱ正直あんまりこうやりたいものではなかったりとか、ストレスかかったりとかね、自分の気持ちが乗らなかったりするじゃないですか。でもそういう中で自分のこうスケジュールを管理したりとか、自分の気持ちを前向きに持ってったりとか、まさしく大変だからこそ自分を磨く最高の場なんですよ。だから、中央大学を目指す皆さんならば、大学入ってからじゃなくて、今から自分の内面を磨くね、努力をして大学に行って、またその後も大きく羽ばたける人になってほしいなというふうに思います。なるほど。ということで、最後ね、僕が尊敬する牧師さんからのメッセージを応援メッセージとさせていただきたいと思います。はい。他の人の性を羨ましくばかり思わずもがき、開発して光を放ちなさい。あなたが羨んでいた人たちがあなたを羨むようになる。これはいい。そうです。受験勉強大変ですけど、本当に自分を磨くね、いい場だと思って、自分の知識的なものもそうだし、内面も磨いてね、ぜひ光り輝く人生を勝ち取ってほしいなというふうに思います。はい、以上で私の発表とさせていただきます。ありがとうございました。受験でも磨いて、中央大学でも磨きましょう。中央大学で私たちと会いましょう。万博日記でした。さようなら。そう、ごめんなさい。本日の発表いいなと思った方は、ぜひとも高評価、そしてチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。やってほしい大学もありましたら、コメント欄でこの大学やってほしいと教えてください。また、皆様が知ってる中央大学の魅力も、ぜひコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。では、また次の大学でお会いしましょう。バイバイ。わんぱくわんぱく。It's so damn polite, can make you feel just like you were young again.